Thank you.
だったっすか？だったあ、だった、うん。が出した、勝手に。いいよ。10円私が出した。あ、10円。10円なかった。10円なかった。出しといた。いくら？じゃあ、1人200円もらうといくらになるの？216の1600円。あのね、1人10人で割るとね、144円。144円にしようか。いや、ちょっと、中途だから、150円にしようか。200円でいいか。50円ある。じゃあ150円でいいよ。ある人。が1。お、私もあるこれ。1050円だから。950円。900円。いや、あるとは言わないよ。俺50円玉だっただけでしょ。980円だ。10円玉一生懸命探してる人がいるけど、あそこに。ほら、あ、じゃあその10円玉いくらだ。いくらだ。はい。じゃあ10円玉の人。あ、40？これ40。あ、50で数えられねえのか、お前は。ありがとう。モップはどうだ？モップも終わったっぽいよ。モップはじゃあこれ閉めるよ。ずれてるよ。すいません。疲れた。さっきトイレでポテチが全部カバンの中にばらまいた。もうそれ、ばらまいちゃったからもう食べない、もうゴミ入れになったから多分こうするんだよ。今知らなかった。こうするんだよ。バカ。こうなるんだよ。それで？そうするとここの枠のところで三角で文字が出てくるやつね、よくあるあるのね。でもそれでやったらノーマルだった。だからそうだね、どっかにあるんだろうね。すごい絶妙なバランス。これが違う言葉なのか。はい、どうぞ。ここから行きましょう。どこから？じゃあ、分からなかったら飛ばそう。皇帝。俺も皇帝だと思った。でも、ゆきちゃんはだって豪邸って言ってた。あ、豪邸じゃない。でしょうね。人形なの。